こんにちはネクステディケーションの佐古田です。高、えー、一向けのですね、まあ、今度は部活との両立っていうものについてちょっとお話をしていきたいなと思います。まあ、部活をね、えー、やってる人も多いと思うし、まあ、やってない人もね、やってない人は別にこの動画見る必要ないのかなと思うんですけれども、部活やってる人たちですね。まあ、僕もですね、高校生の頃、中学生の頃、まあ、小学校の頃もクラブに入ってましたけれども、あのー、まあ部活で野球やっていてあのー。 あ練習があったわけですよで残念ながらです、ね、僕は両立ってものができなかったんですねできた期間もあったんですけどできなかったんですよほぼほぼ。で今もですねこういうふうに指導する立場になってくるとやっぱ部活が忙しくってっていうふうになってなかなかねこう両立がうまくいかない人っていうのも見てきたのねでその中で、まあ、僕が先生を始めた初期の頃に、まあ、こういうふうにやっていけばいいんじゃないかっていうのをアドバイスしていった結果ある程度ねこう部活との両立ができるようになっていった人っていうのがいたので、まあ、それをね、まあ、参考までに教えていきたいなと思います。でまず大事なことって 1> 1個目は気合です気合あの当たり前なんだけれども部活との両立っていうのが死ぬほど大変なんだっていうのをまずは認識しておいてください。あのよくですねなんかこう某教材か 会社から送られてくるなんかこう、ま、付属の漫画なんかを読んでみるとさこう部活もうまくいってあの成績もアップしてなんか好きなこともいい感じになってみたいなねそんなあるわけないやんけって思うわけですよそんな、ね、世の中うまいことできてなくって簡単にですね両立なんかまずできないっていうのは認識しておいてくださいあの部活も完璧であの部活も完璧部活も一生懸命やっていて成績もものすごくいいっていうのは学校にいるじゃないですかそういう人って両立できてる人ってあれってね本当にすごい人なんですよ 本当に、あのまずすごい人になるには結構な労力がいるんだなってことはまず認識しておきましょう何かをポチッと変えれば簡単に両立できるなんて思っちゃだめです。そういうマインドセットを、ね、えまず持っておいた上で気合いを入れてまず両立しなきゃいけないんだってことは覚えておいてくださいで部活との両立において一番大事なことは何なのかっていうとやっぱり、ね、時間のマネジメントなんですよ時間管理。 恥ずかしいね。 こ,こですよね感じはね <laughs>、はい、なんかちょっとあのえって顔したんでやべって思いましたい、ね、はい、はいはいえー、でやっぱ時間管理が一番重要になってきていて正直部活で疲れたっていう部分はまだまだ若いんだからどうにかなるんですよちょっと眠気を覚ましたりすれば体は向くと思うし、まあ、むしろね日々運動してるとある程度リフレッシュされていくし体力もついていくので多分ね体力的にちょっとしんどいっていうのはなかなかないと思うのね、まあ、よっぽどやっぱりねあのもう競合チームで朝練もあってもうあの夕方3時4時 ぐららいからもう夜の9時ぐらいまでずっと練習でみたいな感じだった場合はおそらくそのタイプでやってる人は大学入試運んよりも多分スポーツで命を懸けてる人だと思いますので、まあ、なかなかもう両立ってことを考える人はないのかななんていうふうに思っちゃうんですがまあ普通の部活ですね普通の部活です、まあ、朝練があったりなかったり、まあ、あるんだったらまあ朝1時間ぐらいで夕方の練習も大体まあ4時4時半ぐらいから始まっていってまあ6 7, 7, 時7時半8時ぐらいには終わって9時ぐらいには帰るってことをまあ想定して話をしていきますからね。 でまあ、そういうふうになってた場合勉強できる時間ってどれぐらいあるのかっていうとまあないよね全然ね。 でまあ、お風呂家に帰って、まあ、例えば9時ぐらいに帰ったとして、まあ、9時は遅い8時半ぐらいにしておきましょうか8時半ぐらいに帰ってきたとしてで、まあ、風呂入って飯食ってなんていうふうにしたらもう9時半ぐらいになってちょっと一息ふうなんてったらもう1 0時ぐらいになるわけですよでそこから勉強しようと思ったらやっぱりね11時とか11時半ぐらい、まあ、なるべく日付変更線超えない方がいいと思うんだよね12時超えない方がいいと思うんですよっていうぐらいの時間になしかならないわけじゃないですか で睡眠時間、なるべくやっぱり7時間以上は取ってほしいなと思うので,でそういうことを考えていくと本当に限られた時間でしか勉強できないわけだからその時間の管理というのはすごくうまく、ね、使っていかなきゃいけないです。例えば通学の時間あのスマホでツイッターとかインスタとか見てる暇があったらやっぱり勉強しなきゃだめですえそんな娯楽もないんですかいやだってあなたが部活やるって選んだんだから部活両立するって選んだんだからそこはやっぱり犠牲しなきゃだめですよ、うん、それはしょうがないですよ。 なんか部活もやって勉強もやって SNS もがっつり見てなんかちょっと遊びもやってとかってねそんなふうにね人間はできないですあの学生生活でおいてあの高校生活においてね。 それは甘っちょろい質の考え方が部活をやるっていうふうに、ね、一生懸命やりたいって決めたんだったならばそれ以外のものっていうのは本当に最小限にあの抑えなきゃダメでやっぱり通学の時間であったりとか学校の休み時間であったりとかお昼休みとかっていうこういう隙間の時間にも勉強するっていう意識は持たなきゃいけないですそれもしょうがない部活と両立するって選んだんだからだから一番最初に気合って言ったわけね精神が大事だって言ったわけな o、OK、そうするとまず時間管理についてなんだけど隙間の時間を集めるっていうのがまずは一つですね隙間を集めると で次に。 効率性をまず考えていっていいくださいあの基本的にですねこれはもういろんなところで言われていることですけれども暗記ものは夜やる方が定着率がよくって思考、えー、系のものは朝やるのがいいとかっていうのがあるわけじゃないですかだからもう寝る前のね最初最後の10分っていうのは次の、えー、と英語の授業に向けて単語を覚える時間であったりとか、えー、古文単語を覚える時間であったりとか、まあ、もしくはねなんかこう社会の勉強するだったりとかっていうふうに暗記がね重要になってくる科目っていうのもう夜に絶対集中してやると、えー、そういうふうにねこうルールを決めていって効率よくやっていくと、えー、こういう当たり前のこともね 繰り返しししててていって欲しいっし暗記ものをする時っていうのは普通にねこうやって目でで見ていいるだだけけなななかかか覚えられないわけだかられわちゃんと声に出すって耳で聞くで場合によってはこうやってうろうろ,うろ,うろう歩きながらやっていった方が記憶の定着率が高かったりとかもしますし、えー、とリフレッシュもできるし眠くもならないのでそういった工夫をしながら暗記をしていくっていうことをやっていってほしいなと思います。ぶっちゃけ高校1年生の間っていうのは暗記でどうにかなる部分どうにかなる部分っていうのも語弊があるんだけれども暗記しなきゃいけない情報が非常に多いわけですよ。 例えば数学で言うならば新しい用語がいっぱい出てくるのでその用語をきちんと覚えてなかったら数学の運用なんかできないわけですよだからこの辺を、ね、しっかりと考えるためにはちゃんと、ね、あの覚えなきゃいけないと覚えるものは夜にまとめてまとめてとか夜にしっかりと、ね、やるっていうふうにしていくと効率がいいのかなと思いますでそれからこれは、ね、あの新高校1年生向けてっていう動画でも言ったことなんですけれどもとにかくです、ね、予習が大事なんですよ 時間管理をする上で無駄な時間を減らすっていうふうなことを言ってるんだけれども無駄な時間の中で一番の無駄な時間何なのかっていうと授業中バーッとしてるのが無駄なんですよで授業中わかんねえとかねで授業中寝るとかねもう最悪最悪もうそういう人はやっぱり、ね、部活と両立なんて考えちゃだめでどっちかやめたほうがいいですどっちかやめる部活一生懸命やるんだったらも勉強諦めて1年2年浪人してから大学行ってくださいでもしくはまあ志望校のねランクを落として大学に行くとねえー、で 部活をやるっていうふうに決めて両立をしたいっていうふうに決めたんだったならば授業は絶対寝ちゃだめです。本当にもったいない本当当ににももっったたいいいいなな でもちろん、ね、あの人間ですから先生と生徒で、ね、こ,うなんかこの先生の授業相性が合わないなということもあるのかもしれないあるのかもしれないけれども自分で勉強するよりは絶対に効率いいから絶対に効率がいいからで授業の効率を上げるためにい習なん重要な予習予習がきっちりとできているとこの,予習あの授業というのは、ね、あのついていきやすいし授業内容はすんなりと入ってくるわけですそうすると復習の時間がぐっと抑えられるんですよ。 なんで問題集を解くのに時間がかかるのかって言われたら授業内容が頭に入ってねえから問題解くときに困るんですよいいだからしっかりと予習することで授業でちゃんと理解の定着が深まっていって復習につながっていくっていうこのルーティーンをしっかりと作ることができればあのかなりね効率よく、えー、と勉強ができていくんじゃないのかなと思うわけですいいですかであとは1個の手段としてはやっぱりね塾とか、えー、と個別指導とか、えー、そう予備校とかねそういうところを活用するっていうのも1個の手です まあ正直な話、まあ、数学だったならば1つの問題をうんうん1時間も2時間も考える時間って僕はあってほしいなと思ってるんですよその方が数学の成績伸びるから。なんだけれども本当に分かんねえものは分かんねえからパッと質問して解決するっていうことも大事なわけですよ。 特に基礎的なものを扱っている高校1年生の間だったならばうんうん考えるよりはどん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 、えー、と作業としてね数学ができるようになっていってでそれをもとに思考力を鍛えていくっていうのが重要な流れになってくるのでわからないものは即解決するっていう流れ大事だと思うのね。 だから例えば家庭教師をつけてもらって質問して回答してもらうとかさ、部活が終わった後に頭のいい先輩ひっつかまえて先輩、これ分かんないんでちょっと帰りのバスの中一緒に解いてもらえないですかとかね。そんな感じでうまくね、あのー、自分が分からないものを放置しておく時間っていうのを限りなく少なくしていくことによって時間は、ね、かなり作れてくるんじゃないのかなと思いますで。こういう管理ができていると今度はどうなるのかというと部活を引退した後、ものすごいスピードで急激に成績が伸びていくから。 いいんですかだからこういう管理っていうのはねしっかりとできるようになっていってほしいかなと思いますでもう1個非効率なことを避けるためにぜひねチャレンジしてほしいことがあって自分ののタスクの見える化です見える化見える化どういうことかっていうとこれね例えば僕が仕事の時なんかこういうふうにやるんだけれどもパソコンのねデスクトップの画面とかがあった時にその日にやらなきゃいけない仕事っていうのをまず僕は1回書き出すんですよ。 で付箋にばん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 書き出していって優先順位の高い順番優先順位というよりもやるべき順番ですねにダダ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 ってもうパソコンの右側に貼っていくの、ね、でその仕事が終わったらペッ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 ,ペッ,ペッ,ペッっていうふうに全部取っていくんですよなのでもし皆さんがやるんだったならば手間かもしれないけれども日記をつけるといいです日記日記 あのなかなかねこういう日記とかっての習慣化していかないと身につかないんだけれども一回習慣化してしまえばあ,のあとはねもうその流れに従っていくので、ね、歯磨かないと気持ち悪いっしょでしょいや別にっていう人がいたらそれはちょっと改めた方がいいです歯磨かないと気持ち悪いじゃないですかそれと同じであの習慣化一回習慣化したものはやらなければ気持ち悪くなってきますからあの日記をつけるといいです。で日記つけるるにに何をするのか別にねあの 難しいいいことななんんか書か書くていいんですよ単純にこの勉強やらなきゃこれやらなきゃこれやらなきゃ、ね、英語の問題集の何ページから何ページ、えー、と英単語の何から何を覚えるとかっていうのをバーって書いていくわけですよでこれをちゃんと消していく消していく消していくで最後にその日一日の感想もっとこういうことできたんじゃないかみたいなねここの部分の時間もっと効率よく使えないかとかっていうの反省を書いていくとこういうのをね繰り返していくだけでもすごくねあの時間は効率よく使えていくと思います で実際、スポーツ選手とかってこういうことやってるんだよね、その日の練習メニューを書,書いて、その日の反省を書いて、翌日の目標を書いてとかっていうのをやってるんですよ、これ強豪校の部活の,、ね、あの子たち、あの部員の子たちとかってやってるんですよ、あのかの有名な、ね、あのエンジェルスの大谷翔平選手も高校の頃毎日日記つけてますからね、だからこういうことをしっかりとやっていって、自分がやらなきゃいけないタスクを見える化していくんです、で見える化していけば、あこことここって別にこの優先順位変えてもいいなとかさあ、そういうことも分かってくるわけですよ。 何も分からずよいしょってかばんを置いてじゃあもうとりあえずこれとりあえずこれ数学好きだからこれ英語好きだからこれとかっていうふうにやっていくから終わんなかったりだらだらやったり時間がかかったりとかするわけですいいですかだからねあの自分がやるべきことっていうのをちゃんとタスク化していってこれをどん,どん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 消していくとこういうふうな流れでね、まあ、ビジネスマンこういうことやるんだけれどもこういうことをやりながらやっていくと時間をきっちりとね管理できるようになっていくんじゃないのかなと思いますいいですかね、えー、僕もねやっぱり部活をしていて本当にねこう一生涯の友人にも出会えたしやっぱりあの感覚その部活で 試合で活躍したりとかさ、えっ、ー、と部活で一生懸命努力したこととかっていうのは、まあ、多少やっぱりね社会に出てから役に立っている部分もあると思うので、部活をやりたいっていう人はやっぱりね、あのー、やるべきだと思うんですよ。ただその時に勉強が足かせにならないようにするためにね、ね勉強の足かせにならないようにするために、こういう時間を効率よく使うっていうのはね、ぜひぜひえ意識しておいてほしいかなと思います。こんにちは、坂田です。 高校入学前で数学の先取り学習をしたい進学校に通っていてもっともっと自分で数学を勉強したい勉強一生懸命してるんだけれどもなかなか数学ができるようにならない問題解説動画全部僕が作っている数学の取りセぜひ手に取ってみてくださいチャンネル登録もよろしくお願いいたします